参院選神奈川選挙区争、はい、ということでですね、本日は選挙期間中に入りまして神奈川選挙区予想動画をですね、ちょっと撮っていきたいなというふうに思うんですけども、うん、まあ、実はね、この神奈川選挙区予想動画1ヶ月前にも出しておりまして、うん、またやるのかってね、声もあるかと思います、はい、ただですね、これは取らないといけない事情がですね、ちょっと出てきましたので、もうそのぐらい今神奈川選挙区が面白くなってきているので紹介していきたいなというふうに思うんですけども、まあ候補者今22名ほど出ておりまして、はい、てか22名ですね、はい、で、以前もね、いろいろあの予想動画とかでも出しているんですけども、まあ、基本的に神奈川は今回定数5で4位までに入ると任期が6年で5位に入ると3年ですよっていう、だからこう4位以内に入んないといけないですよっていうのはね、ものすごくお伝えしたと思います、うん、はい、で大方の予想だと大体三原さん、自民党ね、浅尾さん、うん、日本維新の会松沢さん、公明党の三浦さん、この4名が4枠に入って、で5枠目が立憲民主党、共産党、立憲のね、で水野さん、佐久間寺崎さん、この3名の中で誰が入るんじゃないかみたいな情勢になっていると、立憲が2人出たことで共倒れして、うん、もしかしたら共産党は5位に入るかもしれないしみたいなね、お話をしてたんですけども、はいはい、そこがですね、ちょっと事態がかなり大きく動きました。何が起こったのかと言いますとですね、まあ、立憲が今かなりピンチだと、4枠目までこれ2人出してたことで誰も入りそうにないということでですね、うん、立憲が水野男に票を集中作戦っていうのですね。まあ簡単に言うと、もう寺崎さんがもう排除されたというか、もう外されてしまったっていうような。いやもうね、やっぱ候補者とか本当に一生懸命やってるのを見てると、本当に胸が痛むというか、このなんか無慈悲な世界だなっていうふうな感じはあるんですけども、まあ、実際この情勢調査のところで、まだ水野さんの方が可能性があるというところで、もうとにかく立憲民主党の持っている票とかもう資源とかを全部水野さんの方にも集中していこうみたいな、今そんな感じになってますと、うん、はい、でもう実際ね、今水野さんのところに、泉健太代表だったりとか蓮舫さん、長妻さんが入ったりとか、うん、小川淳也さん、西村ちなみ幹事長、大阪さんとかも入ったりですとか、そんな感じなんですけども、寺崎さんの方にはもうなし、もう露骨 な、そう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 、選挙序盤の方はね、寺崎の方入ってたんだけど、うん、もう完全にもう水野さんの方にシフトして、いやもう寺崎さんはどんな気持ちやってんだろうなっていうのが、うん、確かにね。しかも立憲民主党ってもともと希望の党の時に、あの小池都知事が排除しますって言って、この民進党と希望の党でこう一部メンバーがこう合流するってなった時に、あの排除された、もうメンバーから排除された人たちが結党されたメンバーなの、それなのにそこでまた排除が起こってしまうっていう、ちょっとねそういう状況になっておりますと。まあね、逆にまあ立憲民主党さんからすると、まあ一本化しないとさすがにね、もう勝てないっていう状況になるので、うん、まあ、やることは分かるんですけども、まあ、それが実際すんなり票が入っていくのかどうかっていうのが、まあ、ちょっと今後の注目ポイントになってます。そういうことね。はい。で、寺崎さんもですね、まあ、ちょっと、今すごい状況になっておりまして、うん、じゃあ、活動どうなのってところなんですけども、うん、まあ、本人はもちろん選挙終わるまでも一生懸命当たれてますと。しかも、こう、ね、水野さんが集中するって言っても、すごい期日前投票とか、寺崎さんとか入れてる人とかもいっぱいいますし、もともと寺崎さんをずっと応援してた人とかもいますから、うん、まあ、そういう方たちを背負ってやっていくってことになると思うんですけども、うん、その中でね、寺崎さんを教える、立憲民主党の中谷一馬、衆議院議員、うん、この方がですね、昨日ツイートしまして、はい、排除の論理には絶対に負けませんっていう。別にこう立憲のことをね、名指しはしてないんですけども、突如この排除の論理は絶対に負けませんっていうツイートをして、もうこれはもう確実に立憲民主党の排除の論理ってとこだと思うので、確かにね、でもうそこでまあだから党の中でももう全部こう水野さんに行くってわけではないですよっていう、うん、もうやっぱそういったことで不満が溜まっていると、うん、でなんでまずじゃあそういうことが起きるのかな、あ、中谷さん自体がね、もともとこの不良だったんですよ昔、不良から議員になった人で、しかも不良の中でもこうリーダー格、こうチームものすごくまとめる方だったんで、その方とか絶対仲間を見捨てないタイプじゃないですか。そうね、確かに。だから、まあ、中谷さんは多分すんなりこの水野さんの方に行かないだろうなっていうのもありますし、で、もともとこの寺崎さんって方は神奈川の立憲民主党、特に地方自治体議員としてずっとやってた方なんですよ。県議会議員とか、
あの市議会議員とかもずっとやってた方 で一方水野元子さんって方は、うん、2019年3年前の参議院選挙に出ていて、うん、その時は東京選挙区で国民民主党出てた人なんですよ。あ、そうなんだ。でかつ、前回の衆院選も東京の衆議院選挙で落選してるんですよ。あ、で今回の参院選にあの神奈川に出てきたってことなんで、もう地元でずっとこう活動してた立憲民主党の議員からするとそもそも面白く思ってない人が多い。まあ、確かにね、戸様だよ ね戸様なんで、はい。で、こうしかもずっと活動してた人が世論調査でシンプルに水野さんに負けてしまっているっていうので、うん、まあ、不満溜まっていると。その中ですんなりやっぱ水野さんの方に応援いけるのかっていう、ね、ところになっていると。はい。で、さらに寺崎さんのツイッターとかもね、今もう意味深な発言がものすごく多くて、うん、こう、毎回ね、このまあ、今でこう例えばどこで演説やりますとかだったり告知するときにちゃんと画像とかつけて出したりするんですけど、はいはい、うん、そこにねネバーギブアップってワードが出てきたりとか、まだ諦めてないですよっていうワードが入ったりですとか、うん、それこそね今あの自民党のあの議員さん、それこそ、山際さんって方がね、うん、ある演説会場で野党の意見は聞かないみたいな感じで結構炎上してたりとか、麻生太郎さんがねなんか弱い子はいじめられるみたいな発言してこう、炎上したりとかしてるんですけども、うん、そこに毎回引用リツイートするな形で弱い者がいじめられる社会を絶対に許してはいけません、変えようって言ってハッシュタグ誰一人取り残さないとか、毎回自民党の引用リツイートする形で弱い者がいじめられる社会を絶対に許してはいけませんとかハッシュタグ誰一人取り残さないとか書いてるんですけども、うん、これは完全に自民党を批判することを利用して立憲民主党も批判してるんです。確かにね、いじめられてるよ私は。そうそう、だからもし言うものにも立憲批判してるんだったら、いやいや自民党に言ってるだけですよっていう、今そういう感じになっていて、もう分裂しちゃってるっていう状況になってますと。はい。で、寺崎さんもね、ちょっと僕演説見に行ったんですけども、変わってきてまして、うん、ある上りが出てたんですよ。うん。それが、次元的に消費税ゼロっていうですね、消費税を 0% に、まあ、時期を絞ってやってきますっていう、うん、ことやってて、で一方立憲民主党としてはそんなこと言ってないんですよ。あ、そうなんだ。立憲民主党は、まあ 5% せめて、うん、っていう、感じなんですけど、こう消費税ゼロになると、うん、はい。で、まあ寺崎さんに聞くと、やっぱりこう今経済対策としてやっぱ物価高対策として、うん、やっぱインパクト狙った方がいいんじゃないかっていうところで消費税ゼロにするっていうのをお話しされてたりとか、で元々こう本当に最近月曜か火曜日に。月曜日に多分その上りをね上げ始めまして、うん、で今までは、まあ、個人的には消費税ゼロにしたいと思いがあったんだけど、うん、まあ、立憲民主党に配慮してやってなかったと。ただなんで上り立てなかっていうと、やっぱこの件があったから、はいはい、もう党に配慮しなくていいんじゃないかっていうところは僕はちょっと推測しちゃってて、でこれをやっていると。でちなみにじゃあ次元的にってどこまでいつまでどのぐらい期間なんですかって聞いたら、うん、経済が回復するまでってことなんで、ここはあんまりこう具体的に決まってないっていう感じになっております。だから逆に言うと、もうこの件があったんで党に配慮せず自分でやりたいことをどんどんやれちゃうっていう、うん、今そういう感じになってます、はい。で、まあ、大体この寺崎さんの陣営に行くと、自治体議員経験者には具体策があるっていう、うん、キャッチフレーズがあって、実際に経験した立憲民主党の候補者一票よってですね、こういう看板みたいなのがあったりするんですけど、うん、まあ、だから立憲民主党の中でもいかに寺崎さんの方に入れてくださいってところが、こう実際議員経験者、水野さんは全く実際やってないんで、うん、はい、そういったところになってます。これ寺崎さんのビラですね、はい、うん、これあなたの声が作れてる実績があるだから具体策があるっていうね、こういうところで結構水野さんへの比較でやっぱ結局同じ党のね取り合いみたいな感じになったりするんで、うん、そこでこういうキャッチフレーズをつけたりしますと。で一方水野さんですね、はい、はい、立憲民主党の水野さんはもう、宇宙母さんってね呼ばれたりしているんですけども、まあ元 JAXA とかで働いていてかなりこうね、うんうんうん、はい、世界的にもこう活躍されている、はい、なんで宇宙母さんって、呼ばれていますと。で、まあ、もともとこう、まあ、特に手伝っている方が寺崎さんに比べて女性の方が多いなっていう、はい、まあ、感じでやって、やっぱりこういう特性とかで分かれていくのかなっていうところはあるんですけども、うん、で国際派の、ね、即戦力っていうね、風に、書いてありますと、うん、はい。で、水野さんのところでね、一個ちょっと気になったのは、まあ、今立憲民主党で物価高と戦うみたいな感じの結構書いてあるんですよ、うん、まあ、こう岸田さん批判する海で物価高ってところを一つ争点にしようっていう
流れあるんですけども、もうでっかく宇宙母さんって書いてあって、うん、その後にあの物価高と戦うって書いてあって、うん、なんかこのスケール感のギャップ確かにねなんで宇宙母さんが物価高と戦ってんだよって、もっとめちゃくちゃちっちゃい宇宙っていう規模から考えるとっていう、だからそこのね、なんかこうマッチのしてなさみたいなのは、うん、なんか変だなっていうふうに思ったんですけど、まあね、どうでもいいところなんですけど、はい、でも水野さんはね、これらこれからどこまで応援しまいか、風等の方は絶対立憲としては神奈川を落とせない、ここまでもう振り切った以上両党落とすってことはもうだいぶまずいので、うん、まあ水野さんはどうなのかっていうところもありますし、であとやっぱりこの反感ビーギーみたいなね、うん、あとこもあるので、やっぱさすがに寺崎さんかわいそうみたいな、うん、味方が出てくるとどこまでこう支持者の方がこう水野さんの方に入れるか、確かにね、どうすんだろうね、あとやっぱ期日前投票も動かせないですし、うん、ここがどうすんなり動いてくるのかっていうのが注目でございます。で、あとね、今公明党がめちゃくちゃ焦ってますよと。あ、そうなの。で、立憲が本当は一本化したら本当は4位以内に入る力あるんですよ。はい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 、はい、で、そうすると弾かれる、下手したら5位になるかもしれないのがこの公明党の三浦伸弘さんってことで、一本化のせいでってことね。そう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 、で、まあ実質一本化みたいなもんなんで、はあ、めちゃくちゃ焦ってます今。もう山口代表何回もこの今神奈川の三浦さんの陣営入ってますし。あ、そうなんだ。はい、で、新聞ね、公明新聞で毎回こうね、めちゃくちゃ激しい顔するんですよ、公明新聞で。これおなじみなんですけども、こう激しさ度合いが三浦さんどんどん上がってきてるっていう感じなんで、今で実際僕三浦さんの演説も見に行ったんですけども、うん、やっぱこう陣営の方はものすごく焦っていて、うん、それこそもう党の本部がもう完全に水野さんシフトしてて、もう下手したら今どんどん追い上げられてきてるっていうような話を話してたと。で、昨日ね、この件が、立憲民主党の件が話題になったのが、衆議院議員の龍さんって方がですね、突如やっぱこうツイッターでも完全に表明したんですよ、うん、もう立憲としては完全にもう水野さん応援しますって言ったんですけども、うん、でもその、昨日火曜日7月5日に出た地点よりも月曜日の時点ではもう、公明党の僕見に行った時にそこの陣営の方はもう立憲がもう水野さんにシフトしてるっていう話をしてたんで、もうかなりもう水野さんシフトしてるので、もう三浦陣営はものすごく焦ってます。はい、うん、で、三浦さんはね、こんな感じでもともと防衛大学のとこで結構教えてたりとかしてたんですよ。菅さんとかね、岸田さんとかね、そう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 、自民党のやつ入ってるんですけど、で、三浦さん、まあ、公明党は今回ただでさえちょっと票を減らしやすい状況になっていて、あ、そうなん、これなんでかっていうと、自民党が1998年以来に2人候補者を出してる。あ、言ってたね、それね。で、そうすると総合政権、もともとは自民党の票も少しちょっと分けてもらいますっていう感じだったんだけど、うん、もう各々がもう自分たちも自分たちもみたいな感じになってるから、はいはいはい、なかなかこう三浦さんの方に自民党支持層の票が入ってきづらいという状況になっていて、そうなるとやっぱこう伸びしろっていうのがちょっと少なくなってくるっていうので、まあ、かなりどうなっていくのかなって感じです。ただ今、まあ、浅野さんと三原さんは割と優勢な感じになるので、うん、そこでどこの票を持っていくのかっていうのが注目でございます、うん、はい。で、実際にこの自民党は三原さんは割と菅さんががっつりやってて、あ、そうなんだ。で、浅野さんは河野太郎さんとかが入っててっていう感じなんで、強っあと小泉進次郎もいますから、強いのかな。小泉進次郎はなんか一人で県連、神奈川の県連代表という神奈川の自民党のトップの今立場やってるんで、もう一人でこう神奈川県内でいろんな地域行って演説してたりとか。神奈川ってすごいね。そう、甘利さんとかにもいます。すごいね、神奈川。牧島デジタル大臣とかにもいますし、それこそ今炎上してる山際大臣とかもね、いますから、はい。いや、神奈川めちゃくちゃ強いですよ。はい、なので、まあ、そこがどうなっていくのかってところでございますね、うん、はい。三浦さんはね、でもね、すごい女性人気ありましたね。あ、そうなんだ。まあ、コメントの小さな写真撮影タイムみたいな、すごいなんか受賞の人がものすごく多くて、で、まあ、確かにすごいなんか人気出そうな人柄な感じではあったんですけど、で、公明新聞でもすごいね、激しい顔するんですけど、うん、明らかにその写真を撮るためだけの時間がね、なんかずっとで、なんか演説終わり、なんかこの時間がなんか30秒、40秒ぐらいあって、あ、そうなの絶対これで
記者さん撮ってんだろうっていう。あ、確かにね。で、記者さんもね、公明新聞さんね、二人体制でカメラ撮ってて、うん、もうずっと撮ってんの、演説中。へー。しかも至近距離で。うん、あ、だからあの公明新聞のあの表情っていうのは、そういう努力の賜物で生まれてるんだなっていう。確かにね。すげえなっていうふうに思いましたね。うんうん、はい。で、三浦さん、その防衛大学とやってるんで、そういう今、安全保障の問題とか、そういったところも語られてましたという感じでございます。はい。で、三原さんも僕、生で、見に行きまして、鈴木あぐりさん。モータースポーツの。はい、あの、F1 ドライバーね。そうそうそうと、ツーショットでトーク。すごい、普通に。なんで？いや、三原さんがもう、モータースポーツやってた人だから。あー、そっか。あ、そういうことね。そう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 。で、まあ、そこで対談して、実際そこのファンとかも集まってって終わった後、鈴木あぐりさんにサインを求める人殺到する。それはそうですよ。で、三原純子さんだからね、あの話がマニアックすぎて三原さん目当てできた人が途中で帰ってたりとか。ああでも、でも三原さんファンもめちゃくちゃ多いから、はいはい、もう後でツーショットタイムの時間があるんだけど、そこも行列できたりとかして、うん、で、三原さんすごいのはツーショットタイムの時間に毎回写真撮りながら、うん、キッズマイ投票お願いしますって一人一人ちゃんと呼びかけてて、あ、そうなんだ。あ、やっぱ強いなって。いや、まあ写真タイムの時にだってありがとうございますとかなんだけど、うん、キッズマイのあの話とかあんましないから、ツーショットっていうのはね。だからそこで毎回キッズマイ投票お願いしますってツーショット撮ってる人に呼びかけてるっていう、うん、まあそこまでの徹底ぶりで、やっぱオーラが全然違うわ。うーん、もう芸能人のオーラまだまだ。うーん、そこはやっぱ他の政治家さんとは違うなっていう。もう佇まいがね、もうで座り方がね、もう完全に芸能人の座り方だ。へー。もう三原さんは、ね、ちょっと生で見るとね、やっぱそこはすごい感じると思うんで、ぜひ見に行っていただきたいなというふうに思います。浅田さんまだ見れてないんですけどね。あ、まあ河野さんが入ってたりということで、まあ、かなり強いですけど、まあ、盤石な、まあ、自民党として組織として完全に入っているという感じでございます。あ、で松田さんもね、会いに来ました。僕は以前もね動画で紹介したと思うんですけども、はい、松田さんはね、あのなんか、ある別の女性候補を紹介する際に、うん、なんか美人系の女性候補もいるみたいな感じで日刊スポーツさんで記事が出て、うん、で僕がその演説をたまたま見ていて、実はあの後で調べた結果、新進気鋭の女性候補もいるって言ってたのに、美人系の女性候補もいるって日刊新聞さんが出してます。そういうところを僕は明るみにしちゃって、うん、はいはい、ところで日刊新聞さんがあの謝罪したっていうところでね、うん、僕は日刊新聞さんの誤報を暴いたっていう、はいはい、そういうところがありましたと。で、それ以来初めて松田さんに選挙期間中会いに行って、めちゃくちゃ感謝されました。いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうだよ。君のおかげで助かったよ。全然モノマネ似てないんですけど。全然似てないんですけど。で、あの感じで言われて、で、松田さんね、実際あの詳細聞いたら、本当に俺なんか美人系とか言う人じゃないんだけど、なんでそんなことなってんだろうってなってるらしくて、もうずっとモヤモヤ状態に入ってたらしいんですけど。ただ、やっぱりそれで僕の動画を出したきっかけ、ツイッターで出したきっかけで、うん、これでようやくご報告が分かったと。本当に感謝されました、ね。すごいな。そうです、そうです。松田さんね。松田さんはね、しげは勝つっていう動画がありまして、うん、愛は勝つってね、あるじゃないですか。うん、あれを、しげは勝つバージョンっていうのは毎回選挙でやってるんですけど、最初はね、ふざけてるように思うんですよ。なんだこれって。うん、ただね、これなんかスルメ曲というか、あのなんか毎回欲しくなってくるもん、シゲは勝つの方が。そうそう、愛は勝つの。そう、それはシゲは勝つバージョンっていうのはいろんな陣営の人が一緒に歌ってるんですけど、はい。これシゲは勝つの YouTube で出てきたら出てくるんでね。あと坂道ダッシュの件も聞きました。松明宏さんが毎回いろんな坂をダッシュしていくっていうのがあるんですけど、もともと松田さんがやってたんですよ、その坂道ダッシュの。で、松田さんに、松尾明宏さんって方が坂道ダッシュしてて、で、これ松田さんやってたじゃないですか。これ知ってるんですかって聞いたら、知ってるって感じで、いやあれ結構人気だったからね、パクったんじゃないのって、これ心証わかんないですけども、そうなん、だから松田さんは知ってた。ただ自分自身もそもそも全力坂、うん、女子高生とか走る、うん、動画をまあ、真似てるわけだから自分がとやかく言う必要はないよね。まあ、確かにね。今そこはそこは普通なこと言ってたんで、確かに。それはそうだ。感じなんで、で松尾さんと松田さんのね、こう2人でコラボ坂道出し見れるのかが注目です。いや見れないよ。だから坂由香さんはね、だから今回チャンスなんですよ。だからこの水野さんの今のこの状況を見て、逆にこう入れたくないよっていう、まあまあ多分組織とかは入るんで入るとは思うんですけど、うん、そうなると浅香さんも結構チャンスな今状況には来てて、もし5枠目入るかもしれないみたいな、かなり接戦だったんですよ。で浅香さんも1個、なんかやっていて、
朝霞コスっていうのがあるんですけど、うん、なんか白トップスに、紺の、ズボンっていうのを履いていくと、うん、朝霞コスですよってなってて、で実際同じ服を着た人が結構応援に入ったりとかしていて、だそういう光景も朝霞さんの陣営見に行ったら見れるかもしれないです。はい、そういうのも、あ、そうだ、松田さんのビラ見せるんですよ。松田さんも見に行った時にね、こういう感じでね、はい、イエスノーで、これね、そうです、あのアマゾンで好評販売中っていうのがビラに入ってるってですよ。本当だ珍しい、牛林堂や、珍しい、あのガチでこの受かりそうな候補者の中でそういうのやってくる人多分めっちゃ珍しいと思う。はい、っていう感じでございます。松田さんでも、ね、本当にあの演説とかでも人集まってて、横浜市長選に行く時は落選したんですけども、うん、地盤は元と川崎であの人なので川崎駅で見たんですけど、そこはすごい人集まってましたね。はい、全域で、神奈川全域でね、あの元県基地で待ってたんで、横浜以外の例えば神奈川の例えばその小田原とか、うん、そういう場所行ってもやっぱ結構声かけられるって言ってたんで、すごい手応えは感じられてました。ただ、うん、松田さん自身もこの4枠目争いってところにすごい焦ってましたね。うん、はい、そうなんだ、期間を感じていて、ね、はい、感じでございました。はい、次は深作エスさんですね、うん、もう深作エスさんといえばもうやっぱ僕が名前で注目している、まあ、今回の参院選の中での一番の名前の方なんですけど、やっぱ言いたくなる深作ヘススね。やっぱハッシュタグ、前、あの、走れヘススっていうですね、まあ、キャッチフレーズがあったりとか、あと、深作って名前で深作クイズっていうのを出してたりとか、あとキャッチフレーズがあの、未来へ進むって、で、ヘススって書かれてたりとか、もう名前文字がものすごくあるんですけども、またね、ツイッター見てたら、新たな名前文字がありまして、ヘススタグラムっていうのが、インスタグラム、インスタグラムっていうのができてましたと、はい、まあそういった感じなんです。で、深作エスさんもなんかこう順位が今徐々に上がってきていて、で、あのそれこそあの上田清さんって元埼玉県知事 の, あの選挙の鉄人と言われた方の秘書をやっていた方なので、こう12時間駅頭マラソンっていうのがあるんですけども、うん、同じ駅にひたすら12時間経ってビラを配りまくるっていう、まあ、かなり体力を使うものをやっていて、で、この深作エスさんですね、やっぱこうまださらに追い上げないといけないということで、あの1日1時間ずつ活動時間伸ばすっていう、だから本当は夜8時までしかこう消臭貼ってるビラとか配れないんで、8時で終える人多いんですよ、外での活動っていうのは、うん、それを9時までやったり10時までやったり、なんか今日あの見てみたら11時まで、それ大丈夫、それはいいだからビラ以外は活動していいから、あ、そういうことだね、そうそうそう、助けつけて、マイクとかはダメだけど、うん、駅とかに立つことはできる。だよく選挙の最終日だけは23時59分まで、活動する人っていうのは結構多かったです。0時過ぎるとあの活動しちゃいけないから、あ、それダメなんだ。あ、その選挙の投票日当日は活動禁止だから、あ、そういうことね、一応別にだから、今の時期、例えば7月の5日6日とかだったら別に全然その、午前3時台とかも活動しても大丈夫すごいけど、だからビラ配っちゃダメだけどね、あ、そこは、うん、っていう感じ。ただ政党のビラとか配っていいから、この彰子って書いてる個人の名前がついているこの彰子っていうのがあるんですけど、はい、これね、貼るやつね、これは、夜8時以降配っちゃいけないっていうルールなんで、はい、っていう感じでございます。そして社民党もね、やっぱり瀬戸際ですから、本当に一撃取るかどうかっていう、まあ、これもかなり比例票を振り起こすための活動してると、もつみさんとが出ることによって、そこで2枚目の投票し社民党って書いてもらえる、うん、確率が増えていくって感じですね。で、NHK 党もね、今回4枠選んで4人出ておりますと、はい、候補者が出ておりますって感じですね。はい、こういう林業とか訴えられている方とか、はい、感じでございます。はい、で、三省堂さんも藤村さんっていうですね、すごい動物アニマルポリスとかで有名な方で、まあ、以前も動画でちょっと紹介したんですけども、まあまあ三省堂さんも出られていて、今勢いあってね、なんか情勢調査だともしかしたら2議席取るかもしれないみたいな、前僕1議席取るんじゃないかみたいなんですけども、それ以上いくかもしれないってところで、もうすぐ今勢いがある政党になっている、今回のまあすごいダークホースといいますか、感じになっております。続いて航空人事権の池愛子さんですね。なんか、ツイッターとか見るとすごいピンクの鉢巻きしてて、航空自衛隊あんま鉢巻きしてるイメージなかったんで、すごい印象的でしたね。はい、で、萩山さんですね。まあ、以前あの動画でもね、あの鈴木園子の驚きの白さっていうのがなんかツイッターになぜか入ってるっていう、うん、はい、鈴木園子さんツイッター見てみたら、はい、見てみてください。はい、新徳のグリスタインズさん、これね、また以前も紹介してる、また見に行ったんですけども、新疆ウイグル自治区の出身の方でございます。はい、グリスタインズさんですね。はい、やっぱそのウイグル問題、まあ反中国の演説をね、とにかくされてましたということで、はい、日本をね、自治区にしちゃいけないっていう
日本を自治区にしちゃいけないっていうワードを結構入れたりしていました。はい、グリスさん、エズさんでございます。はい、で、久保田さんですね。久保田さん、女性天皇とともに明るい日本を実現する会ですね。はい、はい、はい、そうですね。で、これはあの政見放送でも話題になってましたけども、あのあれです、小室圭さんとか、うん、あれを政見放送がやっぱ触れてきたってことで、はい、やっぱ女性天皇とともにってことで、だ今のあの問題をね、心よく思ってなく、うん、そこからこう活動とか始めたっていう方で、まあ、YouTube とかもやっていてっていう感じになっております。はい、で藤沢あゆみさんはですね、まあ供託金制度に不満があってって感じなんですけども、そして食べ歩きの YouTube とかをやられてるんです。はい、で須藤さんは共和党で鳩山清さんがね、はいはい、代表やってるところなんですけど、実際初日鳩山清さんが演説に入りましたっていう感じでございます。そして秋田めぐみさんはですね、まあ、結構今週刊誌とかでまあ、いろいろ記事とか出てる方になってて、うん、まあ、それこそなんか政務活動費をなんか占い師の方に支出してて、これは何なんだみたいな。占い師、そうそう、占い師、これあの調べたら出てくるんですけど、占い師の方になぜかそのいろんな政策のとこが調査する費用とかが占い師に流れてるって聞いて、その人は本当にその政策ができんのかみたいな感じで言われたりして、それで結構叩かれたりしてるんですけども、秋田めぐみさん、川崎の市議会議員とかやってた方で、はい、あのそこはどうなっていくのかっていう感じでございます。うん、はい、まあ、なのでね、ちょっと神奈川選挙区少しいろいろお話してたんですけども、もうとにかくこの立憲の一本化、本当は早めにやるべきだったんですよ。自民党とかね、あの宮城選挙区とか揉めた時に世論調査で勝った方を一本化するみたいな感じにしてたんで、それでね、桜井光さんって方に決まって、なんだかんだ自民党はね、多分こう不満はあると思うんだけど、まとまってなんだかんだまとまって、今その自民党桜井光さんの方が有利になってきているっていう状況なんです。うん、これはもっとね早めにやんないといけないですし、いやこれは寺崎さんはマジでかわいそうだなっていうふうに、もう1週間を切ってるからね。そうです、そうです。僕なんてすぐ期日前投票、最初に投票する人なんで、うん、もし寺崎さんとかに入れてたらもうたまったもんじゃないって、ね、僕は神奈川県民じゃないので、うん、あれなんですけども、はい、もうこれはやっぱ入れた人とかは今どういう気持ちなんだろうなとか、うん、そういう感じるところなので、そこはちゃんと党としてなんか説明してほしいなってところはありますけどね。うん、はい、ただ一本化しないと、まあこのまま待ってても負けてた可能性もあるので、まあ、これがプラスになるのかマイナスになるのか、これもかなり注目ポイントになってきますので、うん、ぜひ皆さんもね、神奈川選挙区注目してください。間違いなく、まあ、この件によってより面白い選挙区になったと思います。大注目選挙区になったと思います。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。